2020年10月に新型の3000トン級潜水艦大芸が浸水したよ。ふ、とうとう来たね、潜水艦界の忍びが。忍びって言い方も間違いないな。この艦が静粛性において世界でもトップクラスと言われているし。影分身の術とかお色気の術とか使えるかな。それはさすがに無理だな。カトンとかスイトンとかフートンとかは。いや無理だよ。完全に忍び違いなんだよな。諦めたらそこで試合終了ですよ。いろいろなさってんだよな。まあそんな派手な技は使えないにしても、この新型潜水艦にはもう一つ大きな秘密が隠されていたというのが本記事の焦点でもあるんだよね。だから最後まで読んでいただければこの秘密を知ることができるってわけだね。切り替えの速度がピカピカのミノルの能力者なんだよな。それじゃあ行ってみよう。大芸は新型の一八式超魚雷を装填することが可能で、その他にも色々な装備も揃えられているんだ。通常動力型潜水艦では世界トップではあるんだけど、そういう型潜水艦が衝突事故を起こした件もあるんだ。でもひとまず今回については触れないことにするよ。当初、しばらく名称が決まっていなかったため便宜上3000トン型と呼ばれていたけど、海上自衛隊の最新鋭潜水艦進水式を迎えると同時に大芸と命名されたよ。進水式終了後大芸型と呼ばれることになった新型潜水艦は、すでに3番艦までの建造が進められているが、2021年4月の時点では同型の艦艇がどれだけの隻数を建造されるのかまでは明確になっていないんだよな。そうそう、旧式モデルとなった総有型は12隻、前々クラスの親潮型は11隻建造されたけど、海上自衛隊の目標だった実動潜水艦の22隻体制が整いつつある現在、大芸型をこれ以上増加させるかは政府も検討中なんだって。大芸型潜水艦のスペックはどんな感じなの？大芸型潜水艦については基準排水量3000トン、水中排水量不明、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、喫水 10.4 メートルって感じだね。総有型の11番艦である大有と比べると、基準排水量が50トンほど増加したこと以外は、ほとんど変わらないんだ。大芸型は、大きさや規模、全体のフォルムも含めて総流型の全ての面を踏襲しており、一見してすぐにわかるような新機軸を導入していないんだよな。また、総流型の最後期型である11番艦応流や、12番艦投流と同じリチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関を機関部に採用しているため静粛性の世界トップクラスになるぜ。静粛性は日本の潜水艦の強みだね。そうだね。地球にも優しいと言われているリチウムイオンバッテリー自体が今後さらに高性能化する可能性もあるため、これからはこの機関構成が海上自衛隊における標準的仕様となって続くだろうと予想されているよ。実を言うとリチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関による応流以降の最高出力は水中で約5600馬力となっているが、総流型の最高出力約8000馬力から比べるとかなり低下しているんだよな。このことから水中での最高速度も約20ノットから約18ノットへと当然低下しているんだが、連続潜航時間や持続可能な速度を向上させたことによって、運用上の運動性能が上昇したそうだぜ。うんうん、この大芸型については潜水艦の地目となるソナー類も、総流型から進化した Z998 タイプへとバージョンアップされ、艦首に沿って包み込む形状の円筒アレイや、光ファイバーを用いた栄光式アレイなどを実装させることに成功したんだ。しかも、あらゆる分野で進む共同光線能力にも適応することができ、味方の人工衛星や航空機、水上戦闘艦等とのデータをリンクさせることにより、時間が捕捉できていない敵目標への攻撃も可能となったんだよね。うわ、それはすごいね。視覚なしじゃんまるで鷹の目だよ。また、従来の他種類の潜水艦と同様に艦首部分に片側3門、合計6門の 533mm 魚雷発射艦を実装しており、私兵装として89式及び新型の18式超魚雷やハープーン対艦巡航ミサイルを搭載できるようになっているんだ。その中でも新型の18式超魚雷は、従来型の魚雷と比較して敵を欺瞞して本物の目標と誤認させる、電磁波装備のデコイへの対応能力について向上させており、先進度でも使用が可能となっており、今後の主戦場になりうる東南シナ海での使用も想定されているんだぜ。その中でも新型の18式超魚雷は、従来型の魚雷と比較して敵を欺瞞して本物の目標へと誤認させる、電磁波装備のデコイへの対応能力について向上させており、
先進度での使用が可能となっており、今後の主戦場になりうる東南シナ海での使用も想定されているんだぜ。わあ、静粛性も優れていて、見えない相手も捕捉できて、相手の陽動も見破るなんて忍者みたいだね。そうだね。一八式超魚雷に関しては対潜水艦、対水上戦闘艦の両方に使用可能だけど、お隣の中国海軍が配備を進めている航空母艦などの大型の水上戦闘艦を、牽制するのに最も強力な兵装の一つとなっているよ。これはおそらく対米型が総流型のコンセプトを受け継いでいたことからも、今後の艦隊デザインも含めた全面的な刷新を待望するものだろうと予想しているぜ。そういえば、2019年に開催された MAST2019 というイベントで、三菱重工業の展示コーナーで提示した次期潜水艦 29SS 新型3000トン潜水艦のイメージ画像の近未来潜水艦を見たときに、現行の対米型からの大幅な変更を見て衝撃を受けたよ。当時の次期潜水艦イメージ画像では、現行の対米型と比較して艦首に傾斜角が付き司令塔の位置が若干後方に移ると同時に、より艦隊と一体化した優先形の形状の中に組み込まれているように見えたんだ。29SS は総流型の発展形であり、X 字形線舵で操縦性と信頼性を増した設計を継承するそうだね。改良したのは流体力学効果の向上が目的であり、結果として音響面でステルスとなり抵抗を減らしつつ速力と航続距離が増えることになるよ。この誘導床構造で振動とショックを減らすことで 29SS は静粛性が一段と増すだろうね。まあ、しかし画像はあくまでのイメージであり、実際の自給のデザインがどんなものになるのかは、まだしばらくの間は一般に公表されることはないだろうな。それでもロマンがあるよね。推進方式に関しても大重量ボンブジェット方式を採用し、現在自動車などの民生品での開発が進んでいる全固体電池の潜水艦量への実用化についての研究を進めており、リチウムイオン蓄電池をはるかに超える高効時間や高動範囲を得る可能性も高いとされているぜ。しかし結果的にはドイツの209型や212型などが採用している、燃料電池の高性能化が本命になるのではないかと言われていて、次期潜水艦 29SS については、いずれ通常動力型潜水艦の基準になるのではないだろうかと論じられているよ。動力源が電池である以上、どうしても充電の必要性という問題があるけど、瞬間的な水中移動速度に関しては現状の原子推進型に引けを取らない、30ノット以上の高速度も期待できるのが燃料電池だと言われているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今日も見てくれて、ありがとう。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